皆さんこんにちはドクヘビですドクヘビチャンネルを聞きいただきありがとうございます今回はお花見の必需品桜の季節の弘前公園なくても大丈夫だけどあると結構快適なグッズ5つについてお話ししたいと思いますはい、だんだん東北の弘前も春めいてきましたのでお花見情報を、えー、録音しておりますドクヘビです 毒蛇はですね、お花見シーズンは何回行くんだお前はと驚かれるくらい弘前公園に通っていますのでえー、広大な弘前公園を快適に楽しむために、えー、必要なグッズ、あのー、もうこれだなっていうのがありますので毒蛇のおすすめお花見グッズを紹介したいと思います5つ紹介しますまずは1個目1個目はですね、歩きやすい靴これですなぜかと言いますと 皆さん弘前公園の総面積をご存知でしょうかはいなんと49万2,000平方メートルうんどのくらいかよくわからないですよね、まあ、いわゆる東京ドーム約何個分で換算してみたんですけど東京ドームは4,6755平方メートルとのことなので 弘前公園は東京ドーム約10個分、うん、ただ東京ドームに馴染みがなさすぎていまいち分かんないんですよねあの東京に住んだことないしね野球見に行ったりしてないしねというわけで調べていたら東京ディズニーランドも、えー、東京ドーム約10個分らしいということを見つけたんでということは弘前公園とディズニーランドの広さはだいたい一緒 まあなななんんかかそんな感じもするかなディズニーランドは何か行ってるんでね。で、えー、ディズニーランドの面積を調べたらえー、っと51万ですかね51万、えー、平方メートルということ。で弘前公園は49万2,000平方メートルでしたから弘前公園はディズニーランドよりはちょっと小さいぐらいの大きさということになるんですかね。 うんと。とにかくこれでなんかかなり広いっていうことが伝わりましたね,ねはい。で公式ガイドだと弘前公園は一周約2時間って書いてありましたでもねお花見に行くとね毒蛇だったら今日は短めで帰ろうと思ってもまあやっぱりねちょっとだけなんか一周してなくてですよちょっと一部を見て帰ろうと思っても2,3時間経ってることが多いんですよまあだからね とにかく歩かないとどこにもつかないっていう感じですね本当そういう意味ではディズニーランドっぽい気はしますね <laughs> ちょっと次のゾーンまで行くっていうのが遠いんですよね本当に広いのでであのー、そうですね歩道のところは結構舗装も最近してるんですけど土の上とか砂利の上とかにちょっと行ったりすることもあるしまあ晴れてる日とかだとね乾燥して土ぼこりとかもあのー、あって 革の靴を履いていったりするとね本当に白っぽくなるぐらい土っぽい感じになったりするんですよ晴れてる日はなのでドッグヘビだったらですねやっぱりゆっくり行く日はね洗えるスニーカーで行くことが多いですねでまあ仕事帰りに行く時は、まあ、革の靴なんですけれども白くなっちゃうんですけれどもとにかく履き慣れた歩きやすい靴で行くようにしていますはいいとにかくディズニーランドぐらい広い 弘前公園なので、えー、一番大事なのは、えー、必需品というかね一番大事なものは1番目には歩きやすい靴これですねこれが大事ですはいそして2番目、えー、これは必須アイテムだなと毒蛇が思っているもの毎回持って行っている2つ目は敷物ですうん お散歩しながらお花見するだけのつもりだと敷物は別にいらないかなって思うと思うんですけどでもちょっと歩き疲れたなとかちょっとベンチに座って休もうかなって思う時あると思うんですよ広いからね23時間短くてもかかるわけですからあとまあ小腹が空いた時に、まあ、ちょっと座って食べたいなとかでそういうふうに思うこと多いと思うんですけど。 ま、ベンチもそれなりにはあるんですけどお花見の時の弘前公園は本当に人手が多いので、まあ、ベンチが空いているとも限らないんですねなので休憩場所を探すのがちょっと難しいということが多いんですそんな時に、えー、敷物を持っているともう本当その辺に敷いてすぐ休憩ができますのでこれは本当にあった方がいいと思います薄手のね小さな敷物 小さな敷物でででいいので、まあ、あれですね新聞紙を敷いたりねゴミ袋を敷いたりして座ってる人もいるので、まあ、ほんと簡易的なものでいいので何か敷くものを持って行ってると、えー、すぐ休めていいと思います。そしてねお花見気分ですし、ね、座って食べたり飲んだりするとね荷物になるかなって思う気も分かるんですけどまあ、でも軽いものが多いですから敷物ってこれは持って行った方がいいと思います。ああののちょっとあの 横になれるぐらいの薄手のものを持っていけば疲れた時に鼻の下でお昼寝もできますので敷物これはマストですねはいそして3つ目必須グッズの3つ目は日焼け予防グッズこちらです、うん、4月とか5月のお天気のいい日って弘前でも結構暑いんですよねそしてもう日差しも結構強いです で日中のお花見だったら日陰だけを歩いて園内を一周するのはまあちょっと難しいんですよ。ねなんか帽子とか私も普段そんなにかぶらないので日陰を歩くようにしてるんですけど <laughs> でもやっぱりちょっと一日中お花見する時だったら帽子あった方がいいと思いますね。であの敷物を敷いてゆっくりしようかなっていう時もあの木の陰の。 ナイススポットっていうのはお花見の人が場所取りをしていたりしてあの残っているのはめっちゃ日差しがあるスペースとかが多いんですよなので歩くのにも座るのにも帽子とかあった方がいいと思いますね。うん、そして日焼,け止め日焼け止めもあった方がいいいと思います うん、で敷物の上でお昼寝しようかなっていう時もめっちゃ眩しいのでね先ほども言ったように日陰のいいところはもうお花見客が座っている可能性が高いので寝る時はあの帽子を顔にのせてよく毒蛇は寝ていますね。はいそして、えー、必須アイテム4つ目は飲み物。うん 飲み物ですね。まあ、ペットボトルのちっちゃいの1本分ぐらいをカバンに入れておけばあ安心というお話なんですけど、まあ、園内には自動販売機もありますし露店もありますし、あのー、売ってるんですけどでも本当に広いので <laughs> 売ってないゾーンにたまたまいたりとかあの売ってるんだけどめちゃめちゃ混んでたりしてすぐ買えないとか並,んじゃ並ばないと買えないとかっていうこともあるので。 暑いし疲れたし何かすぐ飲みたいっていう時にすぐ買えないことがありますなのであの一応ねちっちゃめのものをカバンの中に入れておけばそういう危機的な状況のあなたを救いますよっていうことで一応あの飲み水を持っていきましょうちょっと重いけどこれはあった方がいいと思いますそして最後5つ目なんですけれども防寒対策グッズです さっきからね日焼け止めだとか暑いからねあの何て言うんですかほんと日差しが暑いとか言ってますけどえっとねまだこの4月とか5月の春先の弘前っていうのは寒暖の差が激しいんですね日中はすごく暑かったりするんですけどあの、まあ、夜は確実に寒いもう夕方からすごい涼しくなりますし。 あとはね日中で日差しが強くても歩いてるといいんですけど座ってお花見してずっと動かないでいたりすると結構涼しかったりするんですよねうん風がちょっとあったりしたりするとねあと日陰にいたりすると結構春だと涼しいんです弘前はねやっぱりそんなわけで日中でも一応そういうねあの日陰とかのことを考えると羽織り物があった方がいいと思います。 そこに少し厚めのストールも1枚持っていくとあのまあねなんで敷物敷いて座ってる時も、ね、しっとり冷たかったりするので座る時の座布団代わりにストールを敷いたり昼寝する時にちょっと毛布代わりにかけたりあと寒い時はそのね羽織物の上にさらにストールをあの巻いたりという感じで、えー、まあ上着1枚薄いのと。 ちょっとあったかい。ストールを持っていくのがおすすめですね。でね、あとね。散歩じゃなくて座ってお花見するって分かってる時なら、さらにそこに毒蛇であればケイトの靴下とウインドブレーカーもカバンに入れていきますね。うん、やっぱりお花見すると長いんで、何時間も座ってるんで寒いんです。そんなわけであの風よけのウィンドブレーカーとあの足もね。 ほかほかのあったかい毛糸の靴をさらに上に履くっていう感じですね。で、それぐらい持ってると、あの、そこまでフル装備で持ってると、夜桜も普通に見ることができます。あ、あでも、それでも歩いてみる感じの夜桜は大丈夫ですね。で、あの、もし夜桜を座ってみるとなると、これはもう本当に寒いので、えー、もし夜桜を座って楽しもうという場合であれば、ダウンジャケット。 来た方がいいですねそして回路あとはもうあれですっ、ね、たかい飲み物をボトルに詰めていくとかですねあの本当に、えー、夜の,あの夜桜を座って見るっていうのは毒ヘビここ何年もしたことないです寒いのでなのでかなりヤングな人で寒がりじゃない人であれば、はい、いいのかなと思いますけどそれでもやっぱりあったかい格好はしていった方がいいと思いますね。はは夜桜だいいいた歩て 見てちょっとたまに座ってまたすぐ歩き出すっていう感じですね寒いのではいそんなわけで、えー、ちょっと振り返ってみましょうか5つ5つは、えー、まずは歩きやすい靴それから 2,、えー、2番目は敷物そして3つ目が日焼け予防のグッズ、えー、4つ目が飲み物で5つ目が、えー、防寒対策グッズ この5つを持っていればまあ快適に過ごせると思いますので,で、ね、これを、ね、まとめるとねあの弘前公園にお花見に行く時の心構えはどういうものかってなるとそれはね遠足に行くつもりで向かってくださいっていうことになるかなと思います。 やっぱりものすごく歩くので <laughs> まずすごく歩くよっていうことを基本にあの荷物を準備するっていうのが大事ですねあるいはディズニーランドに行くつもりで準備してくださいっていうねそういうことですねとにかく歩きますからねその代わりそのいらないものはなるべく持たずねあの,にこのさっき言ったのはかさばるとしても一応持ってそれ以外のいらないものはなるべく持たなくってなるべく荷物を軽くするこれですね まあ、あとディズニーランドとあの弘前公園に行く時の共通点といえばまあいっぱい写真を撮ると思うのでその、ね、カメラとかバッテリーとかそういうのもあった方がいいんでしょうね。うん、まあでももディズニーランドだと楽しくても <laughs> あの疲れてても楽しいからあの、ね、いっぱい歩いて疲れちゃっても楽しいから一日中歩けると思うんですけどお花見の時の弘前公園も本当広いし疲れるんですけどあまりにもどこ見ても綺麗なので。 本当歩きき続けるることができるんでんすよねもう帰ろうって思ったんだけどなかなか帰れなくて結局一日中歩いてたみたいなことが多いのでまあねすごく歩くよすごく大変だよって言っても、まあ、行ってしまえばディズニーランドと同じようにあの歩けると思うので心配はそこはいらないんですけど、えー、荷物の準備は怠らず荷物を軽くそして必要なものを忘れず持って行って、えー、楽しんでほしいなと思います。 良いお花見になることを、えー、心から願っておりますはいそんなわけで今回はお花見の必需品桜の季節の弘前公園なくても大丈夫だけどあると結構快適なグッズ5つについてお話しさせていただきました、えー、これからもいろんな情報、えー、特にねこの弘前に住んでるので弘前の観光の情報なんかもあのお話しできたらなと思っておりますので、えー、秋時間にお聴きいただけると嬉しいです。 毒ヘビチャンネルを聞きいただきありがとうございました。ではまた。